本経済新聞に、月曜日のタワワ、という漫画の全面広告が掲載され、それが一部で批判されています。ついフェミが発表していたので、どんなハレンチな広告かと思ったら、普通に絵の JK が立っているだけの、地味な広告でした。まあついフェミが発表してるのは、別にいつものことなんですが、何があかんかったんでしょうかねー。不思議ですねー。胸が大きいのがいけなかったのかな。でも不自然に腕で胸を隠していて、かなり配慮しているように見えますが、JK なのがいけなかったんですかね。でもこの広告には、特にハレンチな要素は、見当たらないと思うんですが、この件に対する、私の感想を話していきます。まず、この広告を見て不快に思った、嫌な気分になったという人を、批判する気はありません。これで不快になるって、かなり生きづらい人生だとは思いますが、しかしそのように思うのは個人の自由なので、別に構いません。感想は自由ですし、思うだけなら自由なはずです。あの広告を不快に思った人と特に争うとは思いません。しかしですね、この広告は不快だから取り下げろ、撤回しろと主張するなら話は別です。私はこの広告を絶対に取り下げてはいけないと思います。まあ別にこの広告が日本経済新聞に載ろうが載らまいが、まさなお別にどうでもいいことです。ただ抗議すれば撤回するという前例を作ってしまうことが本当に良くないことなのです。この広告でフェミニストに屈して広告を撤回してしまったらどうなると思いますか。フェミニストはどんどん増長しますよ。成功体験を得た BBA どもは、どんどん調子に乗って、気に入らないコンテンツに放火し始めるでしょう。例えば海外だとポリコレが行き過ぎて、ブッサイクで、スタイルの悪いおばさんが、ヒロインだったりします。日本のゲームはまだ大丈夫ですが、この広告が撤回されたという前例ができると、日本の文化もどんどんポリコレに、汚染されていくのではという懸念があります。だから日本経済新聞には、フェミニストに屈せずに、頑張っていただきたいものです。一度掲載したものを撤回する、これはいろいろな方面に失礼です。もちろんどこまでが政府なのかは、とても難しい問題ではありますが、例えばこの広告を撤回するとなると、絵を描いた人にも失礼ですし、漫画の制作に携わる方々にも失礼です。そもそもこの広告に文句つけてる人、日本経済新聞を撮ってるんでしょうか。温泉娘の時もそうでしたが、お金を落としもしないのに、放火だけするというのは、百害あって一利なしです。苦情が来たから撤回するというのは楽です。でもちょっと待ってほしい。例えばこの件で苦情が500件来たとしましょう。しかしそれは本当に多くの人が、そう思っているのでしょうか。例えば賛成派9割で、反対派が1割しかいなくても、数百件の苦情が届くことがあります。そういうケースで、少数派の意見をいちいち聞き入れていると、何もできなくなってしまいます。あの広告が NG みたいな雰囲気になれば、広告で JK を起用するのは NG、ミニスカートは NG、胸の大きい人を起用するのは NG、みたいな流れになっていきますよね。本当に馬鹿げてますよ。少数派の異常者の言うことを、いちいち聞き入れる必要は全くないです。この手のイチャモンに対しては、強く抗議する姿勢を見せないと、日本もポリコレに侵食されてしまいます。奴らをつけ上がらせてはいけません。お前らは少数派の異常者なんだぞ、ということを繰り返し強く主張して、分からせる必要があります。こんなしょうもないクレームをつける前に、ウクライナでの女性に対する人権侵害に対して、何か行動を起こしてほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。